まあ、皆さんにちょっと言いたいことがあるんですよ。僕はね、YouTube 出家しますっていう。もうブレブレだから言いました。こんばんは。まあ、ケンタロウです。今日、ジャンさんと一緒です。ジャンです。よろしくお願いします。はい、お願いします。僕は今自分でコーチングを仕事にしてて、僕も YouTube を2つぐらいやってて、今日はよろしくお願いします。はい、で、今日ここ撮ってるのはね、お世話になってる、シンクのコーチ、クラブです。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、皆さんにちょっと言いたいことがあるんですよ、今日は。この YouTube。僕はね、YouTube 出家しますっていう宣言を今日この動画で。うん。なんやねん、YouTube 出家って。って思うじゃないですか。はい、何ですか、YouTube 出家。いやいや、俺が聞きたいね。多分このチャンネルを見てくれてる人は多分分かると思うんですけど、ケンタロウ結構いろいろチャレンジしてる。いろんなことやってるけど、ね、なんか瞑想してる感じもちょっとあるじゃんっていう。何やったらいいのかなっていう。そうそう、何やったらいいのかなに陥っちゃった。そういうことだよね。はい。そうそうそう、そういうことなんですよ。なんでかって言ったら、まあ、YouTube いろいろやってきてるからこそより迷っちゃったってことだもんね。とかね、映像を、まあ、仕事にしてるからっていうとかもあるし、自分の見られ方とかっていうのも気にしちゃうから。はいはい、そうなんだよね。そうそう。で、あとは数字とかね、気にしちゃうんで、うん。だから何やったらいいのかなっていう、そこに陥っちゃって、うん、そう、動きが止まったっていうね。そうそうそう。そうなんですよ。まあ、せっかくこうやってね、チャンネルやったらもったいないから、せっかくだったらなんかね、ケンタロウの良さをね、フルに見せられる場を作ったらって思って、今日ね。はい。そう、出家。もう、何をしようとかじゃなくて、なんか楽しいことをやる、のが YouTube だったはずだったんですけど、うんうんうん、いつの間にかなんかチャンネル登録がとか、うん、再生回数がみたいなところに走っちゃったので、うんうん、自分の中で。一旦ちょっともリセットしようって、これ3回くらいリセットしてるんだけど、自分の中で。はいはいはい。はい、で、一応まあ今日ジャンさんからいろいろとこう相談に乗ってもらって、もう好きなことやったらええんじゃないかっていうのがあって、うん、じゃあ好きなことしかやらないっていうのを、もう4回目、これ、心決め直した。4回目くらい。そう、はい。そのもうあれだね、決意として、何もコンテンツを決めないこの動画を撮るっていうのが決定だもんね。そうなんですよ。歴史と伝統のまとま TV だったんですけど。そもそもまとま TV って何なのかって言ったら、その沖縄で頑張ってる人を、うん、取材して応援していきたいっていう、そういうそのインタビュー番組から始まったんですよ。コンセプトがあったわけね。そう。もうブレブレだから今。で、その視聴者は僕は知ってるからいいんですよ。ジャンさんインタビューとかするから、ジャンさん知ってるから、うんうん、もう好きだからインタビュー撮りたいなと思うけど、はい、でも見てる人からしてみたら、誰ってなる。まあね、初めましてだもんね。そう。ね、再生されないよね。誰か知らないから、もう別に見られないんじゃないこれって言われた時から、はい、なんか自分の中でなんかやりたいことと求められることみたいなのがガラガラガラってなっていって、あ、そういうことね。ズレがちょっとこう、そうそうそう来たのね。急になんかスケボーを入れるとか、はいはい、出したりとか。なんかそういうのを、確かに確かに。だからやり始めたんですよね。だからもうちょっと原点に戻ろうと。出家しよう。うん、いや、はい、結構ね、年齢重ねていくと原点に戻るって怖いから、そう、積み上げてきたものをゼロにするってすっごい勇気あることだと思う、はい、でもこうやって今やってるってめちゃめちゃ勇気あることだと思うんだよ、はい、ありがとうございますそれはすごい大事だと思うんだから、はい、マジでもう何やろうかなって考えるんじゃなくて、なんかもう一旦リセットして本能的にやろうかなっていう、うんうん、はい、ジャンさん一回死にかけてるんですよ、それ。そうだね。そう。そう、僕はそのある日この飲んでて、朝起きたら集中治療室にいて人工呼吸器入れられてっていう経験をしたからこそ、明日がないっていうのをすごく感じた人なんで、なんかよく、まあ、ケンタロウも言ったように80までっていう、80まで生きてる保証がどこにもないってなったら、今ここを自分なんかが今だったら撮影して今しか一瞬しかないって考えたら、ここを全力で楽しむっていうのを積み上げていけば、365日楽しんだら1年経ってるじゃん。その繰り返しだと思うから、本当にケンタロウが言うよね、やりたいことをもうやろうって言って、緊急技出家しようって言って、YouTube 出家しようってやってるのが、これが多分一番いいと思うんだよね。今出家してますからね、出家中ですよ。そうそうそう、みそぎの最中、これ。でもこの動画を見ることで、自分も挑戦しようかなっていう人が一人でもいたら、この動画の意味はもうあるから、はい、すごいものだから。これ、意味は持たさなくてもいいんですよ。結果だよ、結果。結果で。結果。はい。結果、意味があったっていうところで。だからもう、一言も喋らないで、焼きそば食うだけの動画とかも流れてくるかもしれないですよ、これ。それもあるかもしれない。はい。それでも見て
くれる人はあのお掃除、僕のお掃除に来てくれる人ですね。あの健太郎の人生を垣間見える TV になっていくので、健太郎の人生垣間見える TV いいね。それいいね、面白いね。それにしよう、わかりやすい、はい、健太郎の人生垣間見える TV としてこれからあのまた YouTube 活動していきますので、で決めたらあのなんか続けないといけないって思い込む癖もあるんで、いるくね、はい、まあ、いやちょっとやっていきますんで、あのぜひ垣間見てってください。よろしくお願いします。ぜひぜひ健太郎の人生をみんなで見ていきましょう。はい、まあ、とにかく、まあ、あの僕はもう今日も元気に生きてますということで、はい、あの出家したよっていう動画でした。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます、はい、さよなら。